横浜を拠点にして、まあこうまあ、コーヒーのある風景っていう、まあ、コーヒーをメインにした、まあ、場作りというか関係性作りみたいなことを、まあ、各地でやりつつ、なんか僕ら普段物をそんな作らなくて、まあ、空間とか、 なんかそういうの場所とかを作るんですけど、なのでその僕らの中で制作みたいなのが見つけてくるとか、 なんかそういうのが結構制作に近くて、みんなが絵を描くとかっていうのと同じみたいな感じ。見つけてきたもので、その買ってもらう、買った人の視点を変えるっていう部分を買ってもらうような。いいものは、僕たち40日間ここで滞在する、まあ、その中で見つけてきたものを、採集してきたものをここで販売するっていう。制作と生活と同じ空間で見せるっていうのは、それがまあ拾ってきたものと、まあ写真撮ってきた写真と、あと映像とかがあって、あとはまあ実際に売られているものを、まあ僕らなりの価値、値段をつけて、まあ新しい価格で販売するっていうのもやっていて、石の巻を買うみたいな感じです。買ってもらうみたいな感じが一番まあ分かりやすいとこ、まあ、それでショップっていうお店なんです、そうですね。テーブルに載ってるのは1ページ1円なんです。1g 10円おお1g 10円、量り売りをしていて、であと僕らが撮った写真に関しては、撮影時間が時刻、時刻なので11時に撮ったら、まあ、1100円とか、マジっすかっていう値段設定に。僕ら外の人が、まあ、石巻を見て面白いなと思った部分だけを抽出してきてるような感じですね。ちょっと分かってきましたなかなかこういった形のアートみたいなものが今までの石巻にはやっぱりなかったんじゃないかなと思うんです。またアートの別のやり方として、こういった一つの場所を作って、その住んでいる人たちが自分のタイミングでアートに出会える機会を作るっていうことが、やっぱりこれから必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。